はい、皆さんこんにちは、京都マサです。今日はね、いつも毎年ね、来てるちょっとね、樹液の日よね。まあ、今年一番チェックと、まあ、できればね、新規新しい樹液の木を探そうかなと思ってね、やってきました。まあ、気温もね、上がってきてね、今日なんかは22、23度になるのかな。だけど今日ね、ちょっと残念なことにね、ライトを置いてきちゃってね、ちっちゃいこんなライトしかない。なんだろうね、この充電しようと思って充電したんだけど、外して持ってくるの忘れちゃった。こんな風になんか折れちゃった。ほんでいつもは上に行くんだけど、ちょっとね、ちょっと他にもね、いい木がないか、この辺の斜面をちょっと見てみましょうかね。あそこに、まあ、かつて樹液の木だったような木があるけど、もう完全にあれだね、枯れてるね、これは。まあ枯れてるけど、逆にあれか、上の方、あの上の方とかね、産卵木みたいになってる感じの木ですね、これは。うわうわ、ほこりが。この先はないな、職人だもんね。やっぱないね。よいしょ、まあ、これも、この下の方がちょっと割れてるのかな。でもそんなクワガタがいそうな雰囲気ではないな。ちょっとね、うっすらめくれがあるぐらい。この辺はめくれがあるね、まあ、これぐらいめくれてればね、なんか入るかもしれんね。
よいしょ。これがね、いつもの樹液の木ですけど、ものすごい張っちゃってるね。これもね、下から1つ、2つ、3つ、で4つ、5つね、でもう1個上に、6つね、こう割れがあるんですよね、連続して。まあどっかにクワガタはね、大体入るんです。この木はね、いい木ですよね。もう一本ぐらいね、この辺でもう一個上に御神木もあるんだけど、この辺でなんかいい木をもう一本ぐらい見つけたいと思うんだよね。で、こうやって中に入っちゃうと、もうクヌギ生えてないんだよね。これは松だね。立ち枯れね、松。そう、こうやって入っちゃうともうね、ない。残念なことに。これもね、いつもの御神木。去年はいなかったかな。去年は捕まえれなかったかもしれないね。これなんだ、これこんな焼き続きかな、これ。終わった、キツツキ。昼間にこのライトじゃ全然見えない。あそこの木もあるかな、樹液かな。でも斜面がきついからね、あそこ。もう一本ね、この木も御神木なんですけどね、一気なんだけど、
まだ何にもいないね。当然だけど。よいしょ。ちょっとこの辺一回あれかな。他に木がないかね。ちょっと歩いて見てみるか。